それでは時間となりましたので始めたいと思います。オガパンツさんによるタイトル Web ビュープラスビューグループを実現する AOSP メールアプリの内部実装とニュースアプリへの応用ということで、それではオガパンツさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、オガパンと申します。オガパンツという ID で Twitter や GitHub をやっています。日本経済新聞社に入社してから9ヶ月になります。井筒書店でチーム改善とアンドロイドスタジオのチップスについて書きました。ノートで一部は見れるのでぜひご覧ください。それでは Web プラスビューグループを実現する AOSP メールアプリの内部実装とニュースアプリへの応用ということで発表に移りたいと思います。いきなりですが、このような構成の画面をスクロールさせるとしたら皆さんならどうしますか？テキストビューが並んだヘッダービューグループと Web ビューとテキストビュー、イメージビューが並んだフッタービューグループの3つのビューがこのように縦に並ぶ構成です。3つをスクロールできる状態にするとなると、スクロールビューで囲うことを考えた人は多いのではないでしょうか。これで確かに動作は必要です。しかしこれは本当にいいことなのでしょうか。実はスクロールビューでウェブビューを囲うことは大きな問題があり、思わぬバグを生み出します。囲うとどうなってしまうのでしょうか。またそれならどうすればいいでしょうか。この発表ではまず、なぜスクロールビューでウェブビューを囲うのが悪いのかということ、次に AOSP メールアプリの内部ではウェブビューがどのように使われているかということ、最後にそれをどう応用して日経のニュースアプリに適用させたかということをお話しします。まずは AOSP メールアプリとは何かについてお話しします。最初に AOSP とはそもそも何かについてちょっとおさらいしたいと思います。AOSP とは Android Open Source Project の略で、Android のさまざまなプロダクトのソースコードがオープンソースになっており、自由に閲覧再利用が可能になっています。開発ツール、サンプルアプリなども提供しています。サンプルアプリにはブラウザアプリや電卓アプリ、ギャラリーアプリなどがあります。AOSP メールアプリはそのサンプルアプリの中の一つです。一時期は標準メールアプリとも呼ばれていました。見た目はだいたいこんな感じで、オレンジを基調としています。 AOSP メールは2014年のロリポップ時代に Gmail アプリの登場で役目を果たすまでは、一部の端末ではプリインストールのメールとして扱われていました。 Gmail アプリよりも機能は少ないですが、メールの送受信、メール内容の表示など基本的な機能は全て揃っています。今回はこの、メールの表示の部分、メール詳細画面の話です。この画面は Gmail アプリとほぼ同様のスクリーンになっています。詳しくは後述します。現状 AOSP メールをそのまま使う機会はないですが、未だに AOSP 上ではアップデートされており、ベンダーのメールアプリや Gmail アプリの指標となっているのではないでしょうか。これが実際の AOSP メールアプリのリポジトリの URL です。上記の E メールの方は主にセットアップ周りが集まっています。下のユニファイド E メールの方はメールの送受信やメール詳細画面などメイン機能が盛り込まれています。どちらも Eclipse のファイル構成なので、ビルドする場合は自力で Android Studio の方式にコンバートしてあげる必要があります。しかしどちらもそのまま変換しただけでは足りないコンポーネントがあるため動きません。そこでその問題を解決してくれるのがこちらの Yarn E メールアプリです。公式アプリではありますが、AOSP のほぼそのままのコードで必要なコンポーネントをサブモジュール化してくれており、AOSP メールアプリを Android Studio でビルドすることができます。ビルドしてみたい方はこちらからやることをお勧めします。補足ですが、Yarn E メールアプリのサブモジュールの AOSP 元のリンクはこちらになっています。このように、ビットマップ、チップス、コモン、E メールコモン、フォトビューアーとそれぞれ AOSP で公開されています。これらを組み合わせないとビルドすることはできません。はい、というわけで本題に入っていきたいと思います。まず AOSP メールアプリの内部実装を追う経緯について先に話します。弊社の日経電子版アプリには個別記事画面という記事を表示する画面があります。その画面はざっくりこういった構成です。上部のヘッダービューグループには記事のタイトルなどが表示されます。フッタービューグループは関連記事などが表示されます。コンテンツの記事の部分はウェブビューになっています。ウェブビューを使っている理由は API が HTML を文字列として返却するためで、HTML の描画処理のために使っています。この全体をスクロールビューで囲うことでスクロールさせています。皆
皆さんもこのような構成の画面を作らなければならない場合、スクロールビューで囲っちゃいませんか。冒頭で話した通り、これは一見簡単にことが済みそうですが、実は問題が発生する可能性があります。そんな構成で運用していたところ、2つ問題が発生しました。まずは個別記事画面のウェブビューの記事の部分が途中で途切れてしまうということです。画像を見るとウェブビューの部分の最後の方で途切れて真っ白になっているのがわかると思います。これは一部の端末で低頻度で起きるのですが、どうやっても再現理由がわかりませんでした。これはしばらく悩まされたのですが、ウェブビュー側のアップデートが降ってきたことで暫定的に解決しました。次の問題は、個別記事画面を開いたときにイリーガルステートエクセプションが起きて落ちるという問題です。エラーメッセージはウェブビュー用のレイヤーを作成できないというような内容でした。これも一部端末でのみ低頻度で起こり、再現性がなく、なぜ発生してしまうのか分かりませんでした。暫定的ですが、発生端末のみハードウェアアクセラレーションをオフにすることで解決しました。いずれも暫定対応でしかないため、高級対応すべく勉強会で Google エンジニアを捕まえて質問させていただきました。すると、スクロールビューは Web ビューを入れることを想定して作っていないということを教えてもらいました。スクロールビューに Web ビューを入れると、このように意図しない現象が起きてしまう可能性があるので、使うことは避けるべきでしょう。同時に解決策もいくつか提案していただけました。まずそもそも Web ビューをやめて全てネイティブにするということなんですが、これは時間がかかる上に影響範囲が大きすぎるため取りやめました。次に Web ビューのみにするという案ですが、これはさっきのとは逆で、全てのビューグループの要素を HTML 要素で表現する方法です。これは画面の状態が多く影響範囲が大きすぎると判断し取りやめました。次にアップバーレイアウトの仕組みを利用することです。これはスクロールと連動してアップバーが動くようにネステッドスクロールの仕組みを利用し、ビューグループをウェブビューのスクロールに連動させて動かすという案でした。これも試みたのですが、完成スクロールさせたり、上下にビューグループを配置して動かしたりすることがちょっと技術的に難しく取りやめました。最後にメールアプリの仕組みを利用するという策です。メールアプリは HTML の表示のためにウェブビューを使っているはずと教わりました。これは AOSP のメールアプリを見れば実装が参考になるし、AOSP で公開されている仕組みなら常に利用者がかなりいるはずだと判断して、より深くコードを追っていくことにしました。まさかこんなことになっているとも知らず。ちなみに先ほどスクロールビューの中にウェブビューを入れてはいけないという話がありましたが、リサイクラービューやリストビューも同様にスクロールビューの中に入れてはいけません。スクロールビューのドキュメントの方にそのことが書いてあり、パフォーマンスが低下してしまうそうです。ウェブビューについて特に記載がありませんでしたが、スクロールビューの中にスクロールできるビューを入れてはいけないということなのではないかと思いました。続いて、ウェブビュープラスビューグループを実現する AOSP メールアプリの内部実装について説明します。今回内部実装を用に確認したバージョンは、AOSP のユニファイド E メールのおよそ2ヶ月前のバージョンです。ビルドした時の環境は、やはり E メールアプリを使っています。AOSP メールアプリのメール詳細画面では WebView が使われています。大体このような見た目です。ヘッダービューグループは件名やユーザー情報などが含まれています。フッタービューグループは返信ボタンや転送ボタンなどが含まれています。この構成を実現する方法はどうなっているでしょうか。ざっくり言うとメールアプリの見た目はこの右のような感じです。左側がさっきのスクロールビューで囲う構成ですが、これと比べると明確に違うことがわかります。ここが超重要なポイントです。AOSP メールアプリはスクロールビューの仕組みでスクロールさせているのではなく、ウェブビューのスクロールの仕組みを使っているのです。各ビューグループはどうしているかというと、ウェブビューにオーバーレイさせて、ウェブビューのスクロールをフックして同時に動かしています。単純にオーバーレイさせただけでは、ウェブビューの内容が隠れてしまうのではと思うと思いますが、なんと CSS を使ってビューグループ分のパディングをつけています。それで、いいですね、どよめきましたね。それで、AOSP メールアプリの WebView プラスビューグループを実現しているのです。今のところは今回の発表で一番言いたかったところです。今言った描画の流れを並べたので、改めて詳しく説明します。
一つずつ見ていきます。まずは、ウェブビューにオーバーレイさせたいヘッダー、フッター、ビューグループをメジャーメソッドで高さを測ります。メジャーメソッドというのは、ビューのサイズを計測するためのメソッドです。これを呼び出した後、ゲットメジャードハイトを用いることで、ヘッダー、フッターが画面に描画される前に高さを取得することができます。取得した値は次で使います。続いて、HTML 上でその高さ分を CSS を使いパディングさせます。その HTML はメールのものではなく、独自で定義しておいたテンプレートの HTML です。ボディの中にパディング用のフォーマットが用意されており、インラインスタイルの CSS でビューグループ分の高さを設定することでパディングをつけています。これをヘッダーとフッターで行っています。続いて、また別のテンプレート HTML のボディ内に用意されたメールメッセージコンテントというクラスのタグの中に、コンテントプロバイダーから抽出したメール HTML のボディ要素を挿入します。テンプレートがさっきのように HTML 要素を受け取れるようになっているので、そこに丸ごと挿入されます。こうすることで、パディングをつけるためのテンプレート HTML と実際のメールの HTML が合成され、一つの HTML 文字列が生成されます。それがこの幹部 HTML で、カンバーゼーション HTML の略です。この文字列を WebView の loadDataWithBaseURL メソッドに渡してロードさせることで、上下にパディングがついた HTML が描画されます。WebView の描画が終わると、ヘッダー、フッター、ビューグループのレイアウトメソッドが呼ばれ、WebView 上にオーバーレイされて描画されます。レイアウトメソッドはメジャーメソッドでサイズを確定したビューを配置するためのメソッドです。これで WebView とビューグループの描画が完了します。流れは大体わかりました。続いて、その流れの中で使われているこの実装のポイントとなるところをお話しします。最初にカンバーゼーションコンテナについて紹介します。これはとても肝になるビューです。カンバーゼーションコンテナはヘッダー、フッター、ビューグループをオーバーレイビューグループとして取り持つためのビューです。位置的にはウェブビューとビューグループのさらに下の方にフレームレイアウトのような位置づけで存在しています。続いて、ビューグループの動かし方についてです。オーバーレイされたヘッダー、フッター、ビューグループは、ウェブビューのスクロールに連動して動きます。その処理は、カンバーゼーションコンテナによって行われています。ビューを動かすメソッドといえば、オフセットトップ&ボトムやセットトランジション Y がありますが、ここではレイアウトメソッドを使っており、相対的に動かすのではなく、絶対的な位置で配置し続けることで移動させています。続いて、タッチイベントについてです。カンバーゼーションコンテナへのタッチイベントは、そのままウェブビューに伝播させることで、ウェブビューのタッチイベントが可能になっています。また、カンバーゼーションコンテナ上のビューグループへのタッチイベント、例えば返信ボタンなどは、ウェブビューにイベントを伝播させたくありません。そのための仕組みは、スクロールビューのオンインターセプトタッチイベントを参考にして実装し制限されています。ちょっと触っただけではスクロールされなくすることでオーバーレイされたビューへのタッチが可能になっています。続いてビューグループのリサイクルです。カンバーゼーションコンテナにオーバーレイされたビューグループはリストビューと同じように画面外にスクロールされるとビューが破棄され戻ってくると再生成されるリサイクルの仕組みになっています。これは実際のリストビューのコードが参考になっており、メモリを安全に使い回すためと思われます。続いて、ヘッダータップ時の動きについてです。ヘッダーをタップすると、ウェブビューが開いたり閉じたりする機能があると思います。これはタップするために Java から JavaScript が呼ばれ、CSS のディスプレイプロパティのブロックとノンで表示・非表示を切り替えています。また、同時に JavaScript 側から Java 側へのビューグループを配置し直すメソッドを呼び出しています。続いて、描画の終了の受け取りについてです。ページのロード終了のイベントを受け取りたい場合、まず何もしないアニメーション CSS を読み込ませて、そのアニメーションが開始されたというコールバック、WebKit アニメーションスタートを利用しています。これは主にプログレスバーの非表示のために使っています。最後にスクロールバーについてです。
スクロールバーは Web ビューのものを使うとヘッダー、フッター、ビューグループがオーバーレイされているため隠れてしまいます。したがって、自前で生成するようになっています。試しにレイアウト XML 上で Web ビューのスクロールバーズをバーティカルに設定してみたときの状態がこの画像です。途中でスクロールバーの表示が、途切れてしまっているのがわかると思います。という感じで AOSP メールアプリのメッセージ詳細画面でもすごい頑張りによって描画されているということが分かりました。皆さん気になっていると思いますが、Gmail アプリの作りもそうなっているのかどうかを検証したいと思います。最初にお詫びということで残念なお知らせがあるんですが、ちょうど先週に Gmail アプリのデザインリニューアルが発表されました。私の方にまだアップデートが降ってきておらず、初版の事情により今回の資料は最新の Gmail アプリに追従することができませんでした。したがって旧デザインのままです。今回比較したバージョンは1月24日に更新された 8.12.30 で、最新のデザインでの比較についてはできておりませんのでご了承ください。ちなみに新しいバージョンが降ってきたよという方いますか？あ、少ないですね。よかったです。自分が悪くなかったです。なんか悪いことして降ってきてないのかなってちょっと思ったんですけど、まずこのように比較してみると、このすいません赤い Gmail ですけど、 AOSP メールアプリと Gmail アプリは違うものですが、メッセージ詳細画面だけ見るとめちゃくちゃ似ていることがわかると思います。 Gmail アプリはオープンソースになっていないので、ここからは検証して推測する形でお話しします。 Gmail アプリと比較してみると、機能は Gmail アプリの方が多いし、細かい UI も異なっています。しかし、このメール内容を表示するメール詳細画面の構成を見てみると、見かけ上ほぼ同じになっています。そのため、WebView とヘッダー・フッター・ビューグループを組み合わせるやり方は、先ほど解説した AOSP と同じ可能性が高いです。見た目以外でも Gmail アプリが AOSP の方と同じ構成になっていると推測できる根拠がいくつかあります。ADB ダンプシスなどリバースエンジニアリングをしなくても分かる範囲で探ってみましょう。まずはヘッダービューグループが Web ビューの上にオーバーレイされていることを確認してみましょう。メール詳細画面の文字列を長押ししているメニューの全て選択を押してみます。するとカーソルの位置がもう見える範囲の箇所ではなく、そのさらに上のヘッダービューグループの裏側先頭に当たるということが分かると思います。まだアップデートしてない方は、お手元で試せると思うので、やってみてください。ちなみに先ほど既にアップデートした方からちょっと端末を借りてやってみたらこういうふうになりました。ので新しいデザインリニューアルしても同じような構成の可能性が高いと思います。このように、このことからヘッダービューグループは Web ビューの上にオーバーレイされているということがわかると思います。続いてフッタービューグループはどうなっているでしょうか。この画像はメールのウェブビューの部分をズームインしてコンテンツの幅が大きくなり、ウェブビューを横スクロールできるようにした状態です。この状態でウェブビューを横スクロールしてエッジエフェクトを出してみましょう。こうした時にこうホワーンと出る部分がフッタービューグループのところで途切れていて非常に怪しい見た目になっています。このことからフッタービューグループもフッタービューグループもウェブビューの上にオーバーレイされていると推測できます。これも皆さんのお手元で試せると思います。これで少なくとも Web ビューの上にヘッダービューグループとフッタービューグループがオーバーレイされた構成になっていることが確認できました。AOSP メールと Gmail アプリが全く同じ作りかどうか明確な答えはないですが、Web ビューとビューグループを組み合わせる方法は同じ可能性が高いと思います。続いてニュースアプリ、日経電子マップに対してどう応用したかという話をしたいと思います。今回の問題発見から適用までの流れとしてはこのようになります。まず問題が発生し、原因を検証しました。次に AOSP で同じようなことを実現している実装がないか探しました。見つけたらその内部実装を呼び進めました。その内部実装から最低限必要となるコードを抜き出して動くシンプルなアプリを作りました。そのアプリをもとにどう現状のプロダクトのコードを組み合わせるか検証し、簡単なところからプロダクトへ投入しました。プロダクト投入する際は、このような構成のフッタービューグループのみ必要な画面から実施しました。
当初はスクロールビューとウェブビューを組み合わせていましたが、今はウェブビューのみでスクロールする構成になっています。安定的に稼働していることが確認できたため、現在ヘッダービューグループとフッダービューグループが必要となる画面で書き換えを検討中です。今回あえて参考にしなかったところもいくつかあります。まずはビューのリサイクルをしていないという点です。これは今回使い回せるようなビューが存在しなかったことが主な理由ですが、コードが煩雑になりすぎるという点も考慮しました。続いて、ウェブビューの描画終了のコールバックについてです。ウェブビュー描画終了のコールバックは、CSS の WebKit アニメーションスタートのイベントコールバックよりも、JavaScript の DOM コンテンツローデッドのコールバックの方が早く呼ばれ、動作上問題もなかったので、そっちを使っています。これによってコードが若干単純になるのも良かったです。もう一つは、ビューグループの移動は、レイアウトメソッドではなく、ビューコンパクト、オフセットトップ&ボトムを使用したということです。先日しましたが、ビューグループを動かすための、ビューグループを動かすための処理では、AOSP メールアプリでは、レイアウトメソッドを使っており、相対的に動かすのではなく、全体的な位置で配置し続けることで移動させていました。この場合、コードが煩雑になる上、パフォーマンスにも影響がありそうだったので、サポートライブラリで提供されているビューコンパッドのオフセットトップ&ボトムを使うようにしました。ちなみに、セットトランジション Y の方はアニメーション向きとして使われることが多いようで、今回は採用を見送りました。では、実際採用してみてどうだったのかというところですが、良かったこととしては、先日した問題への対処ができたことです。それと思わぬ副作用で、スクロールビューで囲っていたときよりも描画速度が若干上がりました。もともと Google が想定していない使い方だったので、描画に時間がかかってしまっていたのかもしれません。続いて採用してみて大変だったことですが、コードがどうしても煩雑になるので、コード可読性が下がり、メンテナンスコストが増えてしまいました。これはバグを直すためとはいえ、難しいところでした。もう一つは導入するまで時間がかかってしまったことです。原因は2つあります。一つは、この対応方法に至るまで様々な試行錯誤する時間がかかったこと。もう一つは、やり方が決まっていても、既存のコードにどう織り混ぜていくかという導入方法に時間を要してしまったということです。しかし、これは弊社の PM と相談した上で確保した時間内に行われたことなので、結果的には良かったと思っています。では、実際このやり方を大手を振ってお勧めできるか、真似すべきかというところですが、一案として検討の余地はあるやり方には違いないですが、いかんせん採用コストは高いので、十分考慮した上で導入する必要があると思います。もし現状スクロールビューでウェブビューを囲っていて問題が起きていなくても、先に述べたような問題が起きるリスクを考える必要があります。問題が起きてから考えてもいいかもしれませんが、Google が想定していないことはできるだけ事前に避けておいた方がいいでしょう。もし、ウェブビューとビューグループを組み合わせなければならないシーンに出くわして必要に迫られたら、次の通り順に考えていきましょう。まずは、ウェブビューをやめるという、身も蓋もない話なんですけど、まあ、これが実際できれば、ネイティブアプリとして最もパフォーマンスが良くなりますが、まあ、要件的に厳しいことが多いと思います。次に推奨したいのは、ウェブビューのみにするというやり方です。独自のテンプレートを作って、そこにビューグループ要素を展開するようにすれば、一応は可能です。しかし、これも要件的に厳しかったり、実装コストがかさむ可能性があります。次に推奨するのが、今回発表した AOSP メール方式を参考にするということです。先に述べたように、導入コストは若干ありますが、ウェブビューの途中で途切れたりするような問題は起きないはずです。次に今回、詳しく触れませんでしたが、HTML タグごとにビューを生成するミディアムテキストビューや HTML リサイクラーといったサードパーティー製のライブラリを使ってみるのもいいかもしれません。次に大穴としては、さらに別の方法を自分で考えてみることです。これは一番最初に一度はトライしてみてほしいです。最後に、先ほどから繰り返している通り、スクロールビューにウェブビューを入れるやり方は非推奨になりますので、ご注意ください。今回サンプルとして最低限のコードを実装したので、その解説をしたいと思います。
今回、WebView プラスボタンの構成を実現するサンプルアプリを2つの方法で作りました。1つは WebView をスクロールビューに入れたもので、もう1つは拡張した WebView のみでスクロールさせたものです。このサンプルアプリの要件としては、まず1から260まで表示する HTML を WebView で読み込むこと、次にその WebView の上下にボタンを設置すること、そして全体をスクロールできるということです。まず WebView をスクロールビューに入れる方法で見てみましょう。このようにスクロールビューの中にボタン、WebView、ボタンと並べることで一応は実現できます。しかしこのように描画領域が長くなると、途中で WebView の描画が切れてしまいます。画像を見ると246のところで途切れていて、最後の260まで表示できていないのが確認できます。この現象はなぜかわからないんですけど、Pixel2XL と Nexus 6P のエミュレーターで再現しました。他のエミュレーターでは再現していません。実機でも必ずではありませんが、再現することがありました。このように端末ごとに差異が出る詳しい原因まではわかっていませんが、やはりこの構成は非推奨であるためでしょう。続いて試す方法は、今回肝となる拡張した WebView のみでスクロールさせるやり方です。このように AOSP メールアプリの先ほど解説したカンバネーションコンテナを模したアーティクルコンテナークラスを作って、その上に拡張した WebView を WebView とボタンを載せる形で配置しています。この画像のように描画領域が長くなっても途中で途切れることなく最後の260まで表示できているということがわかると思います。これを実現するための実装を少しかいつまみます。まずはヘッダーボタンとフッターボタンをスクロールさせる部分です。このように WebView のスクロールからディスパッチして、そのスクロールの差分をオフセットトップ&ボトムに渡すことでヘッダーとフッターを動かしています。続いてベースとなるテンプレートの HTML です。DOM のロード終了のコールバックは、このように DOM コンテンツローデッドのイベントを発火して Java ファイル側に通知しています。通知する際は、コンテンツの高さも一緒に通知しています。これはフッターを配置するために必要になります。こちらは HTML のテンプレートのボディです。この上下の %s のところに動的にヘッダー、フッターのハイトが入ることになります。コンテンツのタグの中には実際表示される HTML が動的に挿入されます。こうしてパディングをつけることで WebView の上にボタンをオーバーレイさせてもコンテンツ領域が隠れない仕組みを実現しているのです。最後に重要なポイントをおさらいします。AOSP メールアプリのメール詳細画面はスクロールビューの仕組みでスクロールさせているのではなく、WebView のスクロールの仕組みを使っています。各ビューグループはどうしているのかというと、WebView にオーバーレイさせて、WebView のスクロールをフックして同時に動かしています。単純にオーバーレイさせただけでは、ウェブビューの内容が隠れてしまうのではと思うと思いますが、CSS を使って、ビューグループ分の高さのパディングをつけています。それで AOSP メールアプリのウェブビュープラスビューグループを実現しているのです。まとめとしては、AOSP は知見の塊なので、うまく利用しましょうということと、AOSP メールアプリにおけるメール詳細画面の描画の仕組みはすごいということと、大きな問題に直面したときは、必要最低限の構造を作って、再現性を見て、最低限の実装で直ることを確認して、既存コードを加味しつつ、プロダクトに投入しようということ。そして何度も繰り返しになりますが、スクロールビューの中に WebView を入れるのは避けましょうということです。以上で発表を終わります。弊社では Android エンジニアを募集しています。ご清聴ありがとうございました。